自分の息子がまさに16歳なので、これから、まあ育っていくというか、それこそ自分の道を開いていくとき、じゃあ息子さんにどうぞ、だと思うんですけど、息子に言うつもりで、はい、言います。ですね、なんか最近のこと本当になんかいい子でみんな、うん、で人の幸せをめちゃめちゃ喜べるんですよ。なんかそれが自分の時代と何が違うかなって思ったときに、その嫉妬とかではなくて、嫉妬とかそのなんか悔しいの方向よりも。あいつがうまくいった嬉しいって本気で喜んでるんですね。で、それがすごくいいところでもあるんですけれども、うん、なんかそこだけで収まらずに、なんか、でも僕はここのところだけはみんなに負けずに頑張っていけるんだっていうのが自分の道につながっていくのであれば、うん、なんか、その気持ちは元にしながらも、ポンって飛び出すものを、なんか、見つけてほしい。なということが最近すごく思います。オリンピック見てて、僕なんか昭和なんで、日本がすごいたくさんメダル取って列強にゴスみたいな、こう喜んでたんですけど、でもスケートボードで12歳とか13歳の女の子がゴンゴンメダル取ってて、で結局メダルの数にしたら日本取ったのって女子の方が男子よりうんと多いんですよね。でそれで一番印象的だったのが、そのスケートボードでゴン攻めゴン攻めで、メダル取れなくて4位に沈んだ岡本さんって言いましたっけね、あの子がこう最後失敗した時にライバルたちが駆け寄ってきて、でよく攻めたっていうので、なんか肩車したシーンがすごく印象的で、結局なんかこうオリンピック、こうきっと国家をかけて、メダルを競ってっていう僕らの感覚を完全に若い人たち超えてて、なんかこうよくやったから褒めたたえるっていう、それを楽しむっていうような、それなんか聞いてみたら、その子たちも誰がどの国の子かも知らないみたいな感じでやってたっていうのは、いやすごいな、時代変わったなって。だけどやっぱりそれは戦ってるわけで、なんかそんなところにね、楽しみながら、あえて頑張ったの喜びながら、でも世界の一戦みたいなのがね、なんか今回の最大のレガシーやったかなっていうふうに思って見てたのを思い出しました。まさにそこです。すごく、はい、すごく今までとは違う今の子たちのキャラクターだなって思います。なんかね、そんな新しい人とか考え方みたいなのが生まれていくと面白いですね。もしかしたらそういう意味でイノベーションにつながっていくかもしれないですね。みんなで やり合えるから、新しい物事を起こして、うん、で、足も引っ張らなくって、褒め合いながら、じゃあこれもできるじゃんってつないでいって、商業的価値を生み出していくみたいなことに、新しいアプローチがあるのかもしれないですね。京都国際映画祭もそんな場になっていってくれると嬉しいです。はい、まさに、はい。結合の場に。